池上営業所、東急バス池上営業所は、東京都大田区中央7丁目2番5号にあり、同社路線のうち、大田区内の大森駅、池上駅、蒲田駅発着路線を、主に管轄する、東急バスの営業所である。池上電気鉄道のバス車庫の流れを組む、営業所で、主幹路線の一つである、大森線は、同社の路線から発展したものである。営業所の略号は、愛。 メカマ乗り合いと池上電気鉄道のバス路線池上営業所は戦前から続く古い営業所で東急バス10年の歩みによれば1936年12月1日が開設日とされている。ただし、これは目黒蒲田電鉄がバス部門を一時分離した5会社メカマ乗り合いをメカマ電鉄本体に吸収合併した時点と推察される。 メカマ電鉄は1934年に池上電気鉄道を九州合併した際に同社のバス部門を継承しているので1936年以前から旧池上町地区に現在の東急バスへとつながる乗り合いバスの営業拠点があったことは確実である。詳細は東急バス池上電気鉄道及び周辺事業者の合併、買収を参照池上電気鉄道のバス部門は 1927年に電車のみ通区間の連絡を兼ねて開通した五丹田駅中野間の乗り合い自動車路線を期限とする。その後1930年8月から大森駅池上駅間の営業を開始し池上地区での活動が始まる。詳細は東急バス中野営業所池上電鉄バス中野車庫及び東急バス瀬待営業所行きが 谷線を参照。この区間は沿線に住宅が多い。ことや、池上本門寺への参拝ルートとなっていることから、利用者が多く、同社鉄道線の当初の計画ルートでもあった。実際、昭和初期には、同区間で池上電鉄が、軌道特許の申請を出し、池上通りの道幅の狭さを理由に、東京府や東京市の反対にあって、撤回に追い込まれたこともある。その後、 1932年に池上駅線速池間が開通し、中原街道の路線との連絡が図られた。詳細は池上電気鉄道目黒蒲田電鉄参加へ、を参照一方、同じ東京市大森区でも国鉄東海道線の東側にあたる旧大森町では、1932年に大森乗り合い自動車が大森駅と大森5丁目の間でバスの運行を始める。 大森乗り合い自動車は、翌1933年8月1日、メカマ乗り合いに合併され、大森営業所となる。詳細は、京浜急行バス、大森営業所北尾線を、参照メカマ電鉄バス池上営業所は、1939年10月1日の、東京横浜電鉄との合併で、東横電鉄の池上営業所に変わり、1942年5月1日、 東京急行電鉄の誕生で、東急バスに組み込まれた。大森営業所は池上営業所の支所となり、路線を維持した。大東急バス営業所も、参照1948年6月1日、大東急から京浜急行電鉄と小田急電鉄、京王帝都電鉄が、分離独立することになった。この時、東急と京急の両社は、東京都大田区内のバス事業を、 国鉄東海道本線を境に東西に分けることにした。国鉄線の東側にあった旧大森乗り合い由来の路線は京浜急行の品川営業所に引き渡されることが決まり、路線を所管していた大森支所は廃止された。詳細は東急バス大東急解体と東都乗り合い、関東乗り合いの東急グループ離脱及び京浜急行バス。 大森営業所羽田所管時代を参照一方、国鉄線の西側を走っていた旧目鎌乗り合い由来の路線は、池上駅を境に分断されていた大森駅からと、高台前からの2路線が直通運転を始め、高台前、またほぼ同じ頃、GHQ の指示を受けた東急は、大森駅池上駅線をベースにして、東京駅八重洲口まで延長しかつ。 トエーバスとの相互乗り入れという新たな路線を作った。これが池上線の誕生であり、現在の大田品川線につながる路線の基礎となった。1956年には6号線が開業。これは休憩品電鉄の系列会社だった梅森かまた自動車に橋を発する路線で、国鉄線の西側を走っていたことから大東急、解体時の調整で京急から、 東急の手に渡った形となり、実質再開に近かった。1957年には、初代でマリコ線が開通する。この路線は1960年のガス橋掛け替え、工事完成に伴い、小杉駅へ延長、神奈川県川崎市まで営業エリアが伸びることとなったが、1962年に川崎営業所へ移管。 池上営業所は短期間で神奈川県川崎市から撤退した。1958年には京急との相互乗り入れによる空港線、田園調布駅大森駅羽田空港間も開業し、大田区東部の東急バス路線が復活した。また、東急の他の営業所との共感路線として、大森渋谷間を結ぶ渋谷線を、淡島営業所と共同で運行した。しかし、 これらの路線は長距離を走ることから、自動車交通量の増加に伴い定時性が低下し、1980年代に分断、廃止等の措置が取られた。この結果、池上営業所は、東京と目黒区、世田谷区、渋谷区、中央区と広範囲に及んだ営業地域を失うとともに、大田区東部の京急バスエリアからも撤退、大田、品川、港の3区にまたがる。 現在の営業エリアにほぼ落ち着いた。1984年、他の営業所とともに、東京都区内バス共通回数券の運用を開始する。1992年、東急電鉄のバス部門は、完全子会社の東急バスに分社化され、池上営業所も東急バスの営業所となった。翌1993年には、渋谷線以来の伝統があったしも、 マリコ線が廃止された。1994年、特内共通回数券は、磁気カード式のバス共通カードへと進化した。2005年度には営業所の建て替えが行われ、2006年1月29日から、新しい営業所での業務が開始されている。2007年7月11日には、パスモを導入。2009年、大田区発のコミュニティバス路線となる。 たまちゃんバスの運行を開始した。2010年4月、江原営業所から孫目循巡線を移管され、現在の担当路線が出揃った。ほぼ同時にバス共通カードの利用を終了、現在に至る。バス共通カード歴史も三小級池上電気鉄道時代から続く管内で最も古い路線である。1930年に大森駅と池上駅の間、 1932年に池上駅と千属池の間が別々に営業を開始。終戦後に両系統を結合し、大森駅千属池の路線となった。大田品川線、上池上巡環線とともに、池上営業所の幹線に位置づけられる。大森総社所と池上駅の間は、大田品川線、上池上巡環線と重複。池上警察署徳川原出世。 観音の間は、久ヶ原線と重複。さらに、1998年までは、大田区役所と、専属池の間が空港線及びその後継の、京浜急行バス田園調布線と重複していた。このため、森霊四系統は、池上営業所発着の出入庫便が多く、池上駅まで森霊四系統として運行する便は、極めて少ない。池上駅北では、 鉄道空白となる大田区中池上上池台5丁目東行谷と最寄りの東急電鉄の駅を結ぶ地域輸送の役割を担うまた沿線の東行谷4丁目に東京都保健医療公社エバラ病院を中央4丁目に大森赤十字病院を抱えており病院輸送の役割も重い池上駅では森連合系統専属事業は 駅構内には入らずにそのまま池上通りを直進する。そのため駅から約100メートル離れた5番乗り場を使用するので注意を要する。この停留所は本門寺前停留所とは非常に近い。また、千俗池停留所は東急池上線千俗池駅付近の中原、街道上にあるが、バス対比スペースがないため、乗客を降ろしたバスはすぐ発車して、 約100メートル先にあるバス展開所に折り返し発車時刻まで入庫する。そのため、専属池発のバスは発車予定時刻直前まで停留所に来ない。JR 東海道線に沿って品川蒲田駅間を南北に結ぶ。品94系統は品川駅に乗り入れる唯一の東急バス路線であり、目黒営業所担当の自由が丘線とともに、 港区に乗り入れる数少ない路線の一つである。毎時2本程度運行され、品川駅業は19時台まで、品川駅発は19時35分発までの運行となっており、これ以降の便はすべて異例産、異例9系統となっている。異例産系統は大井町駅蒲田駅と池上営業所蒲田駅異例9系統は大井町駅池上駅の区間便で、こちらは 毎時3から4本程度。大井町駅大森駅間は、毎時4の5本程度、大森駅池上駅前間では森4.056.07、系統と重複しており、終日にわたり、毎時10本を超える本数が運行されている。急に路線のうち、池上線は1948年に、トエバスとの相互のり入れにより、東京駅八重洲口池上駅を結ぶ路線として、 開設されたものである。一方、鎌田線は、1958年に、大森駅鎌田駅間を結ぶ路線として、東急が単独で開設したもので、後に、大井町駅まで延長され、異例山系統の前身となった。2000年4月1日付で両路線を統合、現在の大田品川線が、改めて成立した。品94系統は、 池上駅蒲田駅間を延伸、池上駅折り返しは、多くが大井町駅打ち切りの慰霊級系統に移行、大井町蒲田間の異例3系統は、大幅な減便となった。2010年3月1日、2013年6月1日に、減便改正が行われた。2010年3月1日の改正で、品川駅発は蒲田駅業のみとなり、また、蒲田駅側は、 蒲田駅池上営業所の区間運転に振り返られた。2013年6月1日の改正では品94系統の品川駅発池上駅業の運行が平日と休日に復活した。大田区北部の上池上地区と大森駅、ま込駅、池上駅を循環運行で結ぶ路線。鉄道空白となる大田区中池上 上池台4.5丁目と最寄りの JR、都営地下鉄浅草線、東急池上線の駅を結ぶ、地域輸送の役割が強いが、沿線の仲間込めにある理工大森事業所への、通勤輸送、大森赤十字病院をはじめとする、病院輸送、都立大田桜台高校やその前身ではないものの、同じ場所にあった、旧都立南高校への通学輸送、 大田区立上池台障害者福祉会館など、障害者福祉施設へのアクセスなど多彩な役割を持ち、この地域に欠かせない生活路線となっている。かつては、上池台にあった学習研究者本社への通勤輸送も重要な意味を占めていたが、2008年に品川区西五丹田に移転したため、この役割は失われた。学研ホールディングス遠隔も参照、この路線は、 1958年1月の開通で、当初は中延営業所が外回り、池上営業所が内回りを担当した。その後両方向とも中延の担当となった後、1981年6月23日に中延営業所の廃止により東営業所に移管された。なお、内回りは大森駅にて、西口と山郎口の両方に停車しており、深夜バスの運転がある。 また、大森駅を通しての乗車も可能であり、出入小便以外はエンドレス循環になっている。そのため数便は池上営業所で、サービスクルーの交代がある。池上駅発着は少数のみ、森07系統、大森走車所域は、平日夜1本と深夜バスのみ運転。大森駅の西側、山老地区の高台を取り囲むように走る循環路線。池上通り、 関ナ通り、ジャーマン通りを走るため大型車も支障なく運行できるが大半は中型車が使用される。中野営業所が長年受け持っていた路線の一つで、1981年の同営業所廃止に際し、エバラ営業所に移管された。1961年4月15日からワンマン運転となっており、同時にイスズビー A741 型、 五両が導入された。これは東京23区内でも初のワンマン化事例であり、15円均一運賃、踏切がない、全区間で保車道の区別がある、車道の幅員が9メートルから16.6メートルなどの条件が整っていたため実施に移された。昭和30年代は路線バスの需要が増大し、車掌の人員が難しくなっていた時期でもあった。今日では、 当たり前となったワンマンバスの基礎を築いた路線として意義深いものがある。2010年4月1日には江原営業所の建て替え工事に伴い池上、営業所に移管された。入庫便は集会後の大森駅では大田品川線などが使用する一番乗り場から発車する。本系統は工事終了後も引き続き池上、営業所が担当している。 基本的に中型車で運行されるが、毎年8月15日の大高平和都市宣言、記念事業花火の再展開催時には、中型車が6号線に借り出されるため、大型車が運行される場合もある。蒲田駅から東海道線と多摩川に挟まれた西6号地区を経由して、大田区最南端の6号土手に至る路線。出入小便は、蒲田駅を経由しない。 1929年に、蒲田乗合自動車が運行を始めた路線に橋を発する。蒲田乗合は、その後、京浜電気鉄道の参加に入り、1939年、京浜主導で合併して、梅森蒲田自動車となる。戦後、大東急解体時の調整で、国鉄東海道線の西側に位置する、この路線は、梅森蒲田の権利を引き継いだ京浜急行ではなく、 東京急行の手で再開されることに決まり、1956年12月21日に、蒲田駅6号土手を結ぶ路線として、改めて開通している。東急バス東洋湖、目鎌の合併から大東急へ及び、京浜急行バス、大森営業所梅森自動車と森ヶ崎も参照。この路線は、道路が境外であるため、中型車で運行されている。開通間もない頃は、 沿線の工場に向かう利用者で混雑し、車両を大型化できないことが、悩みの種となっていたと当時の社内法で触れられている。当初は、土 4R105 や U20H などの大型車が運行されていたが、1982年度以降は原則として、中型車での運行となった。かつては、西六号にあった、江崎グリコ東京工場への通勤輸送も重要な意味を占めていたが、 2012年に埼玉県北本市に移転したため、この役割は失われた。江崎グリコ遠隔も参照6郷土市付近は、交通規制とバス展開の都合上ループ線となっており、高畑神社停留所は、蒲田駅方面のみが停車する。6号土手停留所から、京急本線6号土手駅までは、約200メートル、羽田京急バス6号線及び川空線の、 六号橋停留所までは約400メートル離れている。毎年8月15日の大高平和都市宣言、記念事業花火の再展開催時には、西六号地区の六号土手、高畑神社停留所が交通規制となるため、高畑小学校泊まりとなり、同校のグラウンドを使用して折り返すほか、目黒営業所と江原営業所からも中型車が借り出された上で増発運行される。 この際には、日野、レインボー HR など、池上営業所には、配置がない車種が運用される場合がある。かつては、高畑神社停留所のみを休止の上六号土手まで運行し、増発便に、大型車が運行された時期もあった。くんが原、南雪谷地区を経由して、大田区南部を横断し、蒲田駅と田園調布駅を結ぶ路線。都立雪谷高校。 生命学園への通学輸送を担うため、乗客が多い。1964年3月19日付で、開通し、営業所の中では、比較的新しい路線に位置づけられる。久我原出世、観音付近や田園調布駅付近などで、境愛道路を走行しているにもかかわらず以前は、大型車で運行され、ロマンス車が運行されることもあったが、2003年からは、大型車から、 中型車の運行に切り替えられている。矢口渡る停留所から東急玉川線、矢口渡る駅までは約200メートル、雪が谷停留所から東急池上線雪が谷大塚駅までは約150メートル離れている。東京市的競馬本場開催日、及び南関東公営競馬多場あるいは中央競馬の場外発売を行う日のみ運行。大井町駅は、 東口の山田電機前から出る。2020年2月27日から、大井競馬が無観客での開催となったため運行を取りやめ、その後乗務員不足を理由に、京浜急行バスが3月31日限りで撤退したため東急バス単独の運行となった。このため、今後観客を入れてのレースが再開されても、運行本数は減る。詳細は、京浜急行バス。 大森営業所大井競馬乗船及び2020年の日本競馬新型コロナウイルスに伴う影響地方競馬を参照日本における2019年コロナウイルス感染症による社会経済的影響公営競技及び場外価値馬投票券発売所南関東も参照玉ちゃんバス下丸子駅付近2009年10月11日試行運行開始 大田区発にして唯一のコミュニティバスである。愛称は、たまちゃん、バス、東急バス車内での路線名は、下マリコ順線。新車の日の、ポンチョが専属で使用されるが、ポンチョは1台しかないため、車両点検などの場合は、中型車での運行となる。詳細は、大田区、コミュニティバスを参照大田品川線品94、系統の前進。 1948年12月15日、東急バス5番目の東京駅直通路線として開通した。東京都交通局の第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年12月15日限りで品川駅を境に分断。品川駅以南が東急単独の品94系統となり再出発。その後は、 路線統合による、鎌田駅への延伸を経て、現在に至る。一方の都営便は、東京駅品川車庫の運行となった後、1979年12月に廃止。詳細は、都営バス、品川営業所東九十四系統を参照工術するしも、マリコ線は、1959年5月1日に、雪が谷から先げば一丁目までの区間が延長され、 淡島営業所の下馬線と接続した。この時に、池上川から渋谷へ向かうという意味を込めて、渋谷線と命名されたものである。1981年の中延営業所の閉鎖に、先立つ路線再編成により、同年5月26日付で、渋谷線は分断され、6軒道路、入口バス停から、先が渋33を名乗って、淡島単独で運行を継続した。 その後は、東急トランセイ委託に伴うゲバ営業所への移管を経て、現在は、アワシ営業所とセタ営業所の共管である。詳細は、東急バスゲバ営業所渋谷線、東急バス、アワシ営業所渋谷線、及び、東急バス、セタ営業所行きが、谷線を、三正月マリコ線は大森から池上、千鳥を経由し、東急目カ線に沿って、玉包通りを、精神。 桜坂から、田園調布駅に至る路線であった。戦前から続く古い路線であったが、大森線とは異なり1930年10月に、目黒蒲田電鉄が開業した池上下、マリコ間の路線がベースとなっている。終戦後は、池上駅大森駅間、下マリコ駅行きが、谷間が延長され、1950年代半ば頃には、大森駅行きが谷として運行していたが、 1959年より、さらに渋谷駅まで延長され、渋谷大森間の長距離を結ぶ渋谷線として淡島営業所と共同で担当した。1981年5月26日の渋谷線分断にあたり、六軒道路入り口よりも大森駅よりを、下、マリコ線の名称で池上営業所が引き続き運行することとなった。しかし、路線の東半分は、 他の路線との重複区間であり、西半分はメカマ線がすぐ近くを走っていたことから利用者は少なく1993年11月15日限りで廃止された。ちなみにこの下マリコ線という名称は2代目で、初代は川崎営業所の川の例にがつけていた。詳細は東急バス川崎営業所下マリコ線を参照1957年に 蒲田駅と下マリコー会支所の間で開通した。1960年、ガス橋が一社共用の新しい橋に架け替えられたのを受けて、ガス橋を渡り、小杉駅まで延長される。1962年の日吉営業所開業時に、川崎営業所へ移管。その後は、川の例に系統を名乗り、1974年に廃止された。詳細は、東急バス。 川崎営業所下もマリコ線を参照1958年京浜急行電鉄との共同運行路線としてスタート。京急バス沿線の大森、工事屋、羽田地区から東急バス沿線の荒井宿にあった大田区役所への足を確保するという目的があった。東急にとっては大東急解体以来10年ぶりに大田区の国鉄東海道線等に再進出する形となった。 京浜急行バス、羽田営業所東京営業所時代も参照1976年12月15日、共同運行を解消。東急側は大森駅東口までに短縮して、田園調布線となる。京浜急行はその11系統の運行を続け、最盛期には大森羽田空港線の約半分の便が田園調布駅まで運転されたが、1980年代、 後半から徐々に便数を減らし、1993年の羽田空港国内線ターミナル移転時も路線延長は行わず、停留署名を羽田空港から国際線ビルに変更して運行されていた。その後、大田区役所の蒲田駅前移転があり、京急は存続の意味を失ったと判断。羽田空港国際線の暫定ターミナルへの移転も重なり、 1998年3月19日限りで、残っていた京急バス便も廃止された。詳細は、京浜急行バス、羽田営業所電源調布線及び、大田区役所現在地位点までの経緯を参照。羽田京急バス、東京営業所大森羽田空港線も、参照1976年、空港線の共同運行を解消した際に、東急側は、大森駅、 しかし途中の専属一家まで大森線と全く重複することから東急側の乗客も少なくなり1981年の中延営業所閉鎖に伴うダイヤ改正で下マリコ線が田園調布駅発着となるのと同時に廃止された東急バスの中で唯一大森駅東口に乗り入れる系統であった競馬線の変形として1954年の 会場とほぼ同時に運行を開始。レースを主催した東京都と施設を所有する第三セクター企業を東京都競馬の補助を受け、開催日に限り往復とも無料で運行された。1973年3月22日の平場と同時に廃止。大井オートレース場廃止、移転も参照。ありがとうございます。